おのおのご答弁ありがとうございました。それでは2回目の、質問をさせていただきたいと思います。新年度の予算のポイントでありますが、非常にやはり広範な内容になるんで、なかなか議員2年目にしてもですね、全体を俯瞰しているかって そうは思っておりません。まあ、そういう意味で、ただこの辺の策定過程は大変苦労されるものだという認識でおります。で、副市長、大変お忙しいところ恐縮ですが、市長と少しダブらせていただいたときに、まあ、今回は割とスムーズにいけたよみたいなことをお聞きしたこともあったんですが、実際市政を牽引されている副市長におかれましては、来年度予算、まあ、どのような方針で、ご苦労なさった点とかポイントについて少しコメントいただければと思います。副市長、新年度予算のポイントにつきましては、企画政策庁からご答弁を申し上げるとおりでございます。まあ、工夫した点といいますか、苦労した点といいますか、まず財源の配分につきましてですね、昨年度、まあ、初めてこの包括予算制度を取り入れたわけでございますので、確かに各事業部ではですね、工夫をしたんですけれども、なかなか思うような予算が組めなかった、どこにまあ問題があるのかという、その事業の取捨選択の以前として、配分の手法、配分の在り方に、多少課題が残ったんだろうということでございましたので、今回はまあ財政課から相当苦労していただきましてですね、徹底して事業部と話し合っていただいて、必要なといいますか、事業部の考え方を聞く上でですね、予算の配分、財源の配分をさせていただいたということでございます。そういう意味では事前のその配分のあり方がですね、相当きめ細かいところまでこう手が行き届いたのかなという感じがいたしまして、先ほど議員申された通り、リーシャの査定におきましては、まあ重要なポイントを除きましてですね、まあ、大変その従来のようにそのどちらかの選択をしなくちゃいかんというようなところまでは至ってこなかったということでございまして、そういう意味では上に申されたことがある程度こう当たっているのかなというふうに思っています。ただですね、包括予算制度のその趣旨というのが、一番やっぱり市民の近いところにいる、いわゆる現場をよく知っているその事業部の職員が意見を出し合ってですね、本当にその きちんと予算を自分たちのものとして、積み上げていくというところにありましてですね、そういうそのことが2年目にしてだんだんできてきたのかな、その過程において市民の皆さん、いわゆるステークホルダーの皆さんとですね、いろんな意味で その交渉といいますか、折衝といいますか、話し合いがこうできてきて、まあ、だんだんその精度が上がってきたのかなというふうに考えております。ただ課題もたくさんございます。従いまして、これから予算を執行していく中でですね、いくつか問題点がまた昨年と同じような形で出てくると思いますので、そこは市民の皆さんから、あるいは議会の皆さんからご指摘をいただきながら、次の段階にステップアップをしてまいりたいというふうに思っております。以上でございます。5番議員。まさに生みの苦しみといいますか、ブラッシュアップ、完成度を上げていくための今その段階なのかなということで、今後のさらなる改善、それから職員の方と練り上げてきたというところがやはり素晴らしいところであって、ますます の研鑽を期待するところであります。よろしくお願いします。ちょっと話が変わってしまうかもしれない。先ほど
第一期中期戦略最初年度っていう話の中で、第二期について、再度中期戦略を立て直すというようなお話があったと思うんですが、ちょっと過去の記憶ですと、ローリングアップもしなくて固定でいくんだというような当初お話もあったような気がするんですが、その辺の背景について企画政策部長コメントいただければありがたいです。企画政策部長。第2期の中期戦略につきましては第1期と同じく計画期間を3カ年ということで考えているわけではございます。ご時層全体につきましては戦略計画でありますので、3年くらいのスパンでの見直しというのが適当であろうということで3年間を計画期間として、再策定をするということでございます。従来実施計画につきましても毎年毎年ローリングを行ってまいりましたけれども、3年後は1スパンとするというようなことで戦略計画あるいは実施計画につきましても3年フィックスというような形で計画をまず策定し、毎年行政評価を行いながら検証を行い継続的な改善の仕組みを回していくというサイクルでございます。5番議員。はい、そういう意味では認識不足だったのかもしれませんが、9年先までですね、十分なるそのシナリオが描けていてということではなくて、第一期地域戦略について何をやるかということを決めてきたと、でついて第二期に対してどのようにやっていくかということをプランされるということでありますね。はい、了解いたしました。はい、ありがとうございました。篠原部長のあれにつきまして非常に理解できましたし、先ほどの職員で知恵を絞るというようなところですね、すごく感動いたしました。ありがとうございました。では次に参ります。線引き制度の問題でございます。それで、あるべき姿って何なのかっていうところなんですが、12月の議会でも少しコメントをしたことがあります。でそのあたりをもう一度お話しさせていただいて、私は結論からすると立地最適化っていうのもですね、非常に今までの延長線上にあって、ある意味非常にこう概念的なプランで、それを実践にやれるのかなっていうふうに危惧をしております。そういう意味で あるべき姿っていうことでもないのかもしれませんが、いくつかご紹介したいと思います。1番目として、認可申請手続きが重たく、審議会判断のための資料提出資料が膨大で、資料作成委託にも大きな労力費用がかかり、民間の土地流動化にブレーキとなっている。それから区域区分制度を持たない市町村でもそれなりのコンセプトで展開されており、持つ持たないの大きな優位性は感じない。3番目として、市内各地域でも線引き域用途区分の見直しが5年サイクルの都市計画上の作成では機動性がなく戦略性もなく、案件ありきの発想では民間投資が喚起できない。4番目、土地利用決定の主導権はたくさんのステークホルダーがいるものですから、問題の難しさはここにあるんだと思いますが、その主導権というのは国でもなく県でもなく、やっぱり塩尻市自身が統制していくべき時代環境である。で総合計画、地方創生課の
リソースとして重要な土地、これをマネジメントしていくべきではないかというふうに思います。余談ですが、過日とある中央省庁の中部地区出先の審議会を傍聴する機会がありました。大学の先生からなる現状判定と来年度の目標設定を行う審議会を傍聴したわけではありますが、とにかく膨大な資料で、審議員になる大学の教授陣に意見を求め、結果的に事なかれの結論に持ち込みたい事務局の誘導策を見てまいりました。実際に県の都市化審議会がどのような場になっているかは分からないんですが、県の職員が決めずにですね、大学の先生たちに任せているというところはですね、なんか非常にこう無責任な気がいたします。でそこを理解してもらうためにも相当の情報を出さなきゃいけないし、でかといって例えば塩尻市だったら塩尻市まで現地で見に来ていただいているのかというようなことまで含めると、やっぱり机上のそういう制度であるのではないかなというふうに感じた次第です。それで立地適正化についてもですね、やっぱりこう いろんな資料が出ていて、まだよく理解できないんですが、市町村が都市全体の適正化の観点で作成し、居住機能や福祉、医療、商業等の都市機能の立地、公共交通充実等に関する包括的なマスタープランであるというふうに定義されています。しかしながらですね、2015年ちょっと古いんですけれども、自治体アンケートにおきまして、人口の大きい都市をこうグルーピングしてやってまして、当初は5万から10万の都市においての、立地最適化をどう扱うかっていうようなことのアンケートでありましたが、策定予定なしが当時は 75%、今検討中であるとか策定準備中であるっていうのが 25% でありました。実際に都市機能の集約っていうことになった場合に、例えば具体的な公立病院を作りたいと、当市ではあるかないか分かりませんが、これを都市機能の集約っていうことで、中核になるような場所に持ってきたいというケースですね。で、病院のケースがいいかどうかは分かりませんけれども、総合病院であれば相当な駐車場が必要でありますし、相当な面積が必要になるわけです。で、このようなことを現実的に都市の中核に持ってこれるかと。ということをいささか疑問に思うわけです。それで、いずれにしてもその居住の誘導地域っていうのはどこなのっていう範囲指定と、それから住民の合意形成っていうのがやっぱすごく難しいと思います。で、特に誘導区域以外になった場合、住民の強い抵抗感っていうのは出てくるだろうと。こういった概念的なところを市政の中に本当にこう押し込めることができるのかなということで、非常に疑問に思います。事務長、ちょっとお分かりになったら教えてほしいんですが、まだ十分理解してないところもあるんですが、現在の用途区分ですね、用途区分と新しい都市機能および居住の誘導区域っていうのは、これはどんなような、同じことの目的ではあるんですが、どのような関係になるのか教えてください。建設事業部長。現在の市街化区域内に、の用途区域が設定されておりまして、
まあ、その中に例えば、工業地域とか準工業地域とかってあります。例えばそれを居住区域に変更して、工業地域を外へ持っていくとかというようなことをこれから、検討してまいりたいと、そういう課題を、28年度で抽出してあります。